鈴木あぐり、鈴木あぐり、鈴木あぐり、1960年9月8日台は、元レーシングドライバーで、実業家、株式会社アルネックス代表取締役、東京都板橋区出身、身長180センチメートル、血液型 A 型。中島悟に次ぐ、日本人二人目の F1 フルタイムドライバー、東京都で生まれる、父親の鈴木誠史。 愛称、ジャッキーは、フランス領マルキニーク出身のフランス人と日本人の間に生まれたハーフで、アグリ自身はクオーターになる。名前の、アグリは、根本進の漫画、クリちゃんに登場する兄弟、あっちゃんと、クリちゃんが由来である。父、聖子、1936から2011は、神戸生まれで、愛媛県新浜市、千葉県市川市で育ち、 奈良市の,市の東方大学附属東方高等学校、卒業後、日本大学芸術学部で演劇を学び、日大応援団長も務めた後、ホンダ航空で整備に携わった。レーサーのウキヤ・ト郎とも親交があり、ウキヤから教わったレーシングカートの普及に携わることになる。1973年にカートショップビッグを設立し、日本自動車連盟のカート委員も務めた。 また、イクザー・トールや本田博ヒロも日本大学の同窓生であり、学生結婚で生まれたアグリは、博ロトの父である、本田総一郎に可愛がられた。所沢市立東中学校、埼玉県立新座高等学校卒業、女性大学理学部中退。1972年にカートレースデビュー。アグリは、カート協会の実力者だった父との二人三脚で、 国内カート界を代表する若手に成長していく。1978年、1981年に全日本カート選手権 A2 クラスのチャンピオンに輝く。1979年から当時の最年少デビューで全日本海3選手権に参戦。しかし F3 ではなかなか好成績を上げられず、1983年、 1985年にはシリーズ2位に入るものの、結局8年間も F3 に留まってしまう。この時期、同年齢の高橋徹が脅威の新人と騒がれた一方で、カートでのしてきた鈴木アグリもこれまでかと見る向きもあった。1983年レース活動資金が底をつき、引退を考えた時期がある。その相談をトムスの立ちの武姫に持ちかけたところ、 カは自分のところで走らせることはできないが他で走れるところを探してやる。トヨタ系のカンが日産系セントラル20のオーナー柳田春人、柳田正隆の父を紹介した。その縁でアグリは1984年に日産の F3 エンジン開発を任され、1985年ワークス活動を再開した日産のワークスドライバーに抜擢され、 全日本ツーリングカー選手権、グループ A に、ニスモから、スイライン RS ターボで参戦、また全日本耐久選手権、グループ C にも、柳田とのコンビで、ローラ T810、日産で参戦することになった。アグリは初めて資金を気にしないで、レースに専念できることになったのである。翌1986年、テスト中の事故で死去した、萩原光の公認として、 ニスモの一員として、ルマン24時間レースに初参戦。この年はグループ A にてチャンピオンとなった。カートからフォーミュラカーに進んだが、初タイトルを取ったカテゴリーはツーリングカーレースとなった。またこの頃オイルの輸入業によって活動資金を得たことで、富士 GC シリーズ参戦の機会を得た。そこでの走りが、 ヤマハエンジンの名チューナーとして名を馳せた松浦健、ムーンクラフトの由良拓也の目に留まり、1986年の F2 最終戦からムーンクラフトのシートを獲得する。1987年に入ると、真相となった全日本海参戦選手権に参戦。大手運送会社のフットワークという大口スポンサーを掴んだことに加え、 上述の松浦健とのつながりからヤマハがコスワース DFV をベースに開発したコスワースヤマハ、アックス77エンジン5バルブ仕様のワークスとなったことで強力な体制を得て、1987年にはシリーズ2位、翌1988年にはシリーズチャンピオンを獲得した。すでに翌年からの F1 デビューを決めていたアグリであったが、 1988年10月に行われた日本 GP に中次園により急遽欠場となったヤニック・ダルマスの代役としてラルースチームからスポット参戦という思わぬ形で会一デビューを飾る。うん、この時、アグリはフジテレビ会一中継の解説者として鈴帰りする際の新幹線内でスポット参戦決定を知らされ急遽後発のスタッフに 自身のヘルメットを持参させ、ヤニック・ダルマスのレーシングスーツを着用して、レースに臨んだというエピソードが残っている。しかし、この時は、非力なマシンでの急な参戦ということもあった上に、マシンのセッティングも、全ではなく、レース中に数回のスピンを喫し、16位完走に終わっている。1989年には万を持たして、ザックスピードヤマハで、 第1一に降る参戦を開始。しかし、この年のザックスピードのマシンは、致命的に戦闘力が不足しており、ヤマハ X88V8 エンジンもパワーが不足していい。また、スタッフの技術力もミッションの順番を間違えて組んでしまうほどの未熟さで、アグリはこの年、シーズン全16戦すべて予備予選落ちという不名誉な記録を作ってしまう。予備予選落ちを繰り返し、 思うようなタイムが出せない、走らない車に、捨てちゃえよ、そんな車と吐き捨てたこともあった。ちなみに、チームメイトのベルント・シュナイダーは、開幕戦のブラジル GP と、日本 GP で2回予備予選を通過している。1990年は、自身のパーソナルスポンサーであった、伊藤和夫、エスポ社長が、この年より、チームオーナーとなっていたラルースチームに移籍。 バランスがよく扱いやすいローラ製のシャーシにパワーのあるランボルギーニ v 1 2エンジンを搭載したラルースのマシンはシーズンが進むにつれて戦闘力を発揮するようになる。この年ラルースは予備予選を課せられていたがチームメイトのエリック・ベルナールともども前半戦は前線通過。前半戦でのポイント獲得で後半戦の予備予選が免除となった。また、 この予備予選の1時間も戦闘力アップのための格好なテストとなっていた。まずまずの戦闘力を持つマシンを手にし、これでダメなら引退との思いで臨んだシーズン中盤のイギリス GP で6位初入賞し、終盤のスペイン GP でも再び6位入賞を記録。実戦日本 GP では上位勢がクラッシュなどで離脱する波乱のレースを、一時はファステストラップを記録して生き残り、 ついに3位初表彰台を獲得した。これは2004年アメリカ GP で佐藤拓馬が3位入賞するまで長い間アジア人及び日本人ドライバーとして唯一の F1 における表彰台だった。母国日本グランプリにおいても2012年に小林カムイが表彰台に上がるまで唯一の日本人ドライバーであった。この日本 GP 前には ベネトン代表のフラビオブリアトーレからオファーを受け、1991年からの3年契約に合意していた。ラルースとの2年契約がもう1年残っていたが、すでにチームの資金不足が深刻化しており、今年限りで撤退すると思っていたという。しかし、他の日本系スポンサーの支援でチームは存続し、ベネトンへの移籍話も実現しなかった。また、 1990年は経験不足を補うため、海一の他に、トヨタから世界スポーツプロトタイプカー選手権、WSPC にもエントリーをして二足のわらじを履くという努力をしている。当時の WSPC は、ほぼ海一と同じサーキットで開催されており、予備予選のわずかな時間しか走行できないハンデを、WSPC に出場することで補っていた。 1991年のシーズン開幕前に、チームは前年のコンストラクターズポイントの剥奪処分を受けた。ローラ製シ,ャシーを使用していたにもかかわらず、コンストラクター名をラルースと誤った名称エントリーしたことが理由とされた。また、ポイントを失ったことにより、予備予選の対象とされるとも発表された。その後の裁定で、実際には予備予選の対象からは外された。 この処分によって前年のコンストラクターズランキング10位までのチームに与えられる移動手段、フォーチ・ビンの使用権が剥奪されたが、ラルースの移動費用はフォーチにより補填された。この処分をめぐっては前年のコンストラクターズランキングで11位に終わり、ラルースの処分によってフォーチ・ビンの使用権を得ることができる理事による訴えがあったとみられた。さらにバブル経済の崩壊で、 メインスポンサーのエスポが支援を縮小し、チームは資金難に陥る。その影響で、前年の活躍を支えたランボルギーニエンジンの代金支払いが滞り、リジェに奪われてしまい、翌年は非力なコスワース DFR での参戦となる。このような厳しい状況に置かれた、中開幕戦のアメリカ GP では、中島悟に次ぐ6位に入賞するも、それ以降は、 ベルギー GP をはじめとする4度の予選落ちを含め、一度も完走することができなかった。1992年にアグリは、かつて F3000 時代のスポンサーだったフットワークを頼り、前年にアローズを買収したフットワークチームに移籍。前年1ポイントを獲得したことと、チームが実質上ファーストドライバー待遇を取ったため、予備予選は免除された。 ホンダ V10 をベースとする無限エンジンを積んだフットワークのマシンに北や詰まったが最高位はスペイン GP の7位入賞は愚か乾燥すらおぼつかないという結果に終わるシーズン前半にはコクピットが狭く自身のドライビングポジションが取れない胸を繰りしみ訴えてはいたがこの点を改良したシャーシ投入後もアグリは制裁を書いていた チームメイトのミケレ・アルボレートは11戦連続、完走を見せ、他チームの信頼性が乏しかった、序盤戦に何度か入賞した。この年チームは6ポイントを獲得、コンストラクターズランキングで7位に入るが、すべてアルボレートが一人で稼いだものだった。1993年は新たに、デレック・アーウィックをチームメイトに迎えた。シーズン途中に、 マクラーレン製のアクティブサスペンションを購入してから、マシンバランスに気するハンドリング不良を打ちすことに成功し、予選ではトップ10に入ることが多く、ベルギー GP では当時の日本人予選最高位体の6番手に入った。しかし、FA14 はギアボックスのトラブルが多く、第9戦イギリス GP から第15戦日本 GP まで7戦連続でリタイアしてしまった。 最終戦オーストラリア GP で7位に入ったものの2年間で一度も入賞することができなかった。チームオーナーの大橋渡が計画したチーム監督ジャッキー・オリバーの高鉄失敗による確執やフットワーク本体の経営不振に伴うチーム運営からの撤退に伴いアグリ自身はチームとしては運営継続されるのだから。 移籍はしないとは話していたが、1993年のシーズンオフには、とうとう、海一のシートを失ってしまう。1994年には、かつての恩人、菅、信秀の誘いを受け、アグリの提示する条件をトヨタが飲む形でトムスから、全日本ツーリングカー選手権、JTCC に参戦した。だが、海一への復帰は諦めておらず、 サンデース出場停止中であったエディアーバインの代役として第2戦パシフィック GP にジョーダンから一戦のみスポット参戦した。リタイア直後、ビットリポーターの津川哲夫が次、じゃあ、頑張ってくださいと発すると次、ないんだとの返答をしている。遠い即妙ではあったものの、このシーズンのアグリの立場をよく表すものであった。もともとアグリ自身は スポット参戦には否定的であった。その理由は、スポット参戦という、わずかな時間で実力を発揮することの難しさと、自身の責任によらないリタイア等で、キャリアに傷をつけてしまう陸が非常に高いゆえであった。ルーキーならともかく、すでにキャリアを積んでいるアグリにとっては、デメリットの方が大きかった。しかし、それを覆しスポット参戦したのは、周りからの強い要望。 特に、パシフィック GP のスポンサーからの要望があったゆえで、ある。1995年には無限エンジンを積む理事チームと、オリビエ・パニスのチームメイトとして契約した。しかし、マネージングディレクターのトム・ウォーキンショーが推す、マーティン・ブランドルシートをシェアする形になり、わずか6戦に参戦するに止まった。ウォーキンショーが必要としたのは無限エンジンであり、そのために、 日本人ドライバーであるアグリを起用したに過ぎなかったためある。また、トム・ウォーキン賞ーレーシングが運営していた耐久レースのジャガーチームで活躍したブランドルを優先させたいという思惑もあった。アグリサイドは前線契約のつもりであったようだが、契約締結後、日本に帰国した時にはブランドルとのシートシェアがチームから発表されているなど、チーム側、 特に黄金賞の不可解な契約解釈もあり、ブランドルでさえ日本にいる自身のファンの反応を気にするなど、アグリの扱いに同情が集まることとなった。こうした逆風の中、ドイツ GP では実に4年ぶり、51戦ぶりとなる6位入賞を果たした。ひそかにアグリは最後の花道を飾るつもりで、その年の日本 GP に臨んだ。 予選後には引退会見を行うつもりだったが、予選二日目のアタック中に S 字コーナーでクラッシュを喫して、肋骨骨折、肺座の重傷を負った。翌日のレースを走ることなく、アグリは、会一から引退することになった。会一ドライバーを引退したアグリは、1996年にスーパーアグリカンパニーを設立。自らは、 ドライバーとして全日本 GT 選手権やルマン24時間レースに参戦し、1998年のルマンでは総合3位に入賞。日本人では初めて開一とルマンの両方の表彰台に上がったドライバーとなる。一方で、船井電機をスポンサーとした船井スペラグリチームを率いて、ホーミュラ日本にエントリーした。1997年のシーズンオフには、 オートバックスと提携して、アルタ、オートバックスレイシングチームアグリプロジェクトを発足。以後チーム総監督として、フォーミュラ日本や全日本 GT 選手権に参戦した、他、若手ドライバーの育成にも取り組み、2001年には、アルタのバックアップで、ドイツ解3に参戦した、金石俊志が、シリーズチャンピオンを獲得する。自身のドライバー活動もそれと、 並行して続けてきたが、2000年シーズンを最後に、完全にドライバーを引退した。2003年には、エイドリアン・フェルナンデス率いるフェルナンデス・レーシングとの提携で、スーパー・アグリ・フェルナンデス・レーシングを設立。チームオーナーとして、アメリカのフォーミュラトップカテゴリーの R ・インディ・レーシングリーグへ、本格的に参戦を開始した。ロジャー・ヤスカは、2003年や松浦康介、 2004年から2006年をドライバーに起用し、当初は自ら陣頭指揮を取る力の入れようだった。2005年には、アルタとドーム、ホンダのジョイントで作られたスーパー GT 参戦のためのチーム、チームホンダレイシングのチーム代表にも就任したが、同チームは2006年いっぱいで解散した。その後も、自チームで活動を続け、2007年には、伊藤大輔。 ダルフ・ファーマーによって参戦以来初のスーパー GT のタイトルを獲得した。2010年は NSXGT から HSV-010 にスイッチし、第6戦ポッカ・鈴鹿 700km ではポールトゥーウィンを果たした。2011年はより体勢の強化を図ってドライバーを一新し、R がエリの武藤秀則と2010年第6戦鈴鹿でポールポジションを獲得した。 小林隆史を起用した。また、GT300 のメンテナンスも自社で行うように体制を変更した。なお R については、2007年より提携先をパンサーレーシングに変更し、スーパーアグリ、パンサーレーシングとして参戦したが、ドライバーは引き続き松浦康介、思うような結果が出ず、同年を最後に R から撤退した。2005年には夢であった。 会一チームの所有に向けて動き出す。ディレクシブの支援を受け、ホンダに対して BAR の共同経営を提案。その後、予曲折を経て、ホンダからエンジン供給を取り付け、一からチームを立ち上げることを決意した。2005年11月1日には、翌年より、スーパーアグリフォーミュラ1として、会一に参戦する予定であると、発表、2006年3月24日に、 スーパーアグリカ1チームに変更。協託金振込みの延退により、エントリーリストから漏れるも、12月20日には3、戦中の10チームすべてから、レートエントリーへの同意を取り付け、ようやく2006年1月27日に、FIA からのエントリー許可を得た。元は、因縁の黄金賞が所有していたアローズの施設と、メンバーを中心にしたスタッフで構成され、シャシーについても、 参戦までの時間的制約と、過去2年間に他チームが使用したシャシーは、知的所有権の譲渡を含めて使用できないという、国際自動車連盟の判断が下されたことから、q アローズが2002年シーズンに使用していた A23 をベースにした、SLA5 で開幕後数戦に参戦することとなった。シーズンは、準備期間の短さ、マシンの戦闘力不足、 ドライバーの井出有二のスーパーライセンス剥奪、大口スポンサーの獲得失敗による資金不足といった苦難に立ち向かいながら、後半戦に SA06 と SA06B を投入。獲得ポイント0点でデビューシーズンを終えた。2年目のは前半戦に佐藤拓馬が2度の入賞を果たす躍進を遂げた。しかし、番星山丸証券の紹介で、 メインスポンサーに就任した SS ユナイテッドグループが資金未払い問題を起こし、チームの資金繰りが悪化した。は、中東の投資会社ドバイインターナショナルキャピタルへオーナーシップを譲る交渉を続け、開幕戦から出場することができた。しかし、土壇場でディクが包囲したため、スペイン GP 後の5月6日に、会一撤退、チーム解散を表明した。 2013年11月2014年より開催される新たなモータースポーツであるフォーミュラ E にスーパーアグリとして参戦することを発表した。その後イギリスの保険会社アムリンをメインスポンサーに迎えたことからチーム名をスーパーアグリフォーミュラ E チームからアムリンアグリフォーミュラ E チームに改名した。鈴木はエグゼクティブチェアマンとしてチームに関わる。 2015から2016シーズンは、アムリンがメインスポンサーから離れたため、チームアグリとしてエントリーして参戦。結局同シーズンの終了後にチームを中国の投資家グループに売却して、フォーミュラ E から撤退した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。